はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はイントロと歌い出しの音量差、ちょっと前の動画でお話ししたんですけども、例えばイントロがメロディーだった場合どうすればいいんでしょう、この質問にお答えします。はい、イントロがメロディー、こういうことです。懐かしい痛みだわ、まあ、これイントロ、あのメロディー入って、で歌に入る。これ BJ の弾き語りのアレンジはですね、そのままストロークでジャーって入って歌うのではなく、イントロ間奏エンディングあたりにはメロディーを入れるというふうなアレンジ、大体の曲が仕上げてあるんですけど、これの弾き方ですね、多いのがよくやってる人がこれです。懐かしい痛みだわ、これすごくよく見るんです。大半の方がこういう風に弾くんではないかなと思います。まあ、気持ち的にわからなくはないんですよ。イントロのメロディー難しいところを弾き終わってですね、やっとストロークに入った安心感もあり、ついつい今まで、メロディーで小さかった音量を補うかのように音量を上げたくなる。これあのトンネルを抜ければそこは青空が広がってたあのイメージじゃないですけど、まあなんかそんな感じですね。そういう風になる方が多いんですが、これ違います。そうではないんです。イントロでしっかり音量をつけてください。しっかりとここメロディー弾きます。でここまで弾いたら、歌入る時に今弾いた音量ありますよね、この音量よりは控えめな音で弾き始めるんです。そうしないと、イントロ終わった途端に音量がガーンって上がるので、聞いてる人もびっくりします。はい、バランスが非常に良くなくなるんですね。これ注意してください。まあ確かに考えてみてはそうですよね。ストロークっていうのは4本全部こうやって弾きます。それに比べてメロディーってと、これだいたい2本ずつぐらい弾いてますよね。2本ずつ弾くのと4本弾くのとでは音量が違います。ですのでメロディーを大きく弾いて、意識して大きくって言ったから、めちゃめちゃこんな弦切るほど、これは間違いですよ。ここまでじゃないです。しっかりとした音量を得る。で歌い出すよ、下げてあげる、十分に下げてあげてください。自分で思ってる以上に下げてあげないと、下げたつもりでも下がってないということよくあるんですよ。これスマホのメモ機能で録音したらいいですよと、言うと思ったでしょ。実はダメなんです。スマホのメモ機能っていうのは音量を一定に保つような、処理がかけられてあるんですね。エフェクトというんですが、それで、小さい音量はボリュームを上げる、大きな音量はボリュームを下げる、一定に聞きやすい音量にして録音するという機能がもともと備わってるんです。それで録音してしまうと、自分がやってても一定にしか聞こえないのでよくわかんないんですよね。ここはもう自分の耳を信じてやっていただく、もしくは、音楽仲間に聞いてもらうなどしてですね、しっかりイントロ音量が出てるか、懐かしい痛みだわ、ずっと前に忘れていた。はい、これができてるかというところ、チェックしてみてください。あとはあの感想もありますからね。感想も、サビの後にまあ感想が入ってくるわけなんですけども、Sweet memory。
ってこう入ってくるんですね。これも、サビは結構弾くのも音量大きい、歌も大きい、その後に入ってくるからそれに負けないぐらいのわりかし音量も必要ですよ。そこでいきなりストーンと落としすぎないように、全体を見てですね、バランス調整をしながら弾いていただくだけであなたが、今いる位置よりも一歩上に上がることができますので、やってみてください。意識するだけですぐできなくても徐々に徐々にでも変わっていくと思いますから、この動画見た方楽しみながらやってみてください。というところで DJ のウクレレ講座でした。また別のお話でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差してきた。帰る家はありますか。暖かい日が届く。